一つでこんなに人って変わるのみたいなっていうのがあり、そこでやっぱりね、そこにもう嘘はつきたくないっていうところがあって、もうセクシャリティをもう別に隠す気もないし、気持ちいいことだけをやっていきたいと思った時に、それはもうマンコに忠実になろうって。立ちから猫になったら生活スタイルと具体的に大きく変わるのかな。だからもう今のとこそのでかいって何詰まってんの生活スタイルのこと、ライフスタイルのこと聞いてんの。そのあみだあなたも着眼しましたから。いやだから今までのその生活スタイルが、自分の欲望と合わなくなってきてるのが分かるわけだから、この格好を例えばしてたり、自分のいつものなんか生活をしてることによって、私のここに入れて、耳入れてっていう欲望はなんか満たされない、社会的にね、それは。っていうか、だから相手側が見つけられないっていうだけなのかもしれないけど、その学校でできたとすれば、やっぱりあ、立ちたんだなと思って来るから、そこで入れてって言われたらば、あ、詐欺だってやっぱり思うんだろうなだと思うよ、それは。だからそれはもう全くもう私は立ちですよっていうことをこう発信してるから、その格好が、髪型とそのダイキーな格好っていうのがさ、全然ダイキーっていうわけではない、ほら、見方が違う。私ね、私こういうタイプ好きなの。あなた、ニーズ合ってる。こういうタイプ好きで、リバなのよ、私はね。で、私はすごいもう、果てしなくぺったんこのまま好きなの。薄くて、細くてっていうのが好きなの。で、体に、女の子の体に対するフェチズムがすごくて、一番それに合うのは少年なの、ね、だからボーイズラブでもやっぱりこのなんだろう、竹宮恵子派と萩尾本派があったら萩尾本派なんだけどもっとバニラな世界なんだけど、竹宮恵子はもうちょっとセックスが入ってる世界なんだけど、でもまあそう言いながらもやらしい目では見ているんだけど、だからそのなんだろう、一番自分がね燃えるね、設定がね、わ、最近になって分かったのが、お姉さまたちに美少年が回されるっていう設定が一番自分の中で燃えた。レアなケースですね。そうですね。マグロ男が好きなあの風俗嬢、なんだっけ、南智子さん、うん、あの人の原作で、あの人、あの漫画家さん、かなりゲイに近く見えるんだけど、のんけだと言ってる男性のんけの山吹だってな、うん、あの漫画家さんが描いたやつで見た時に、あ、これすごい燃えるなと思ったの。でも私は立ちじゃないのよ、私はリバなんだけど、それは、まあ、そういうでも AV いっぱいあるよね。そうそう、だから逆の場合はこんな細っこい少年に押し倒されてる自分っていうのに燃える。うん、設定がえこれそれでライフスタイルが変わるのはどうするの。うちの場合はだから前付き合ってたのとちょっと似てるなと思うんだけど、前付き合ってたのはこんななりでもね、人妻だったわけだからいや本当ね、あの友達のその女の子が、その私の元彼女は、あの女の友達と一緒にこう不動産屋に行っただけでも、あ、ここは女性専用だからね、彼氏と一緒はダメだよって言われくらいに言われてて、旦那さん、トランスな嫁様、トランスな嫁様だったの。奥様はトランス、奥様はトランス。そのつながりなんだけども、うん、あの俺は昔ね、相良直美とキャシーのスキャンダルってのが昔あったんですよ、うん、知ってる、知らない人います。相良直美っていうその国民的歌手と言っても過言ではないような、司会も何回もしてるような大歌手がいて、その歌手がキャッシーっていうハーフの関西弁のボーイッシュな女のタレントとレズビアンだっていうふうなことがすっぱ抜かれてしまって、でもう芸能界がひっくり返るぐらいの大騒ぎになって、で結局その相良直美はまんま引退しちゃったんだよね、消滅しちゃったんだよ、自分でね、身を引いてしまって、でそれを見るまではレズビアンというのは男っぽい女と女っぽい女にくっつくもんだっていうふうに思っていたわけよ、その当時、うん、まあ、中学生ぐらいだったから、うんうん、でそれ見て初めてなんか両方ともなんか短髪の男みたいな女がくっついていて、ああこういうのもあるのかっていうふうに目から鱗が落ちたんだけども、で今ふと思ったんだけども、うん、あの二人は一体どっちがタチで猫なんだろうって一応ね、あの関係としては、そう、私もね、その最近レズレーダーもね、かなり激しく、うん、あのビンビンに来るんだけども、猫かタチかどっちにクリかバキネかどっちが気持ちいいんだっていうのは、うん、見た目では分かるの、
攻めなんか受けるえ分かったらすごいよね欲しいレーダーそうあそうみんな分かるって人いるあいないのやってみないと分かんないなんかそのなんだろう生活の仕方とか、うん、例えばなんかレズビアンの立ち猫だとイメージですけどイメージっていうか割となんか例えば何やろ役割結構なんか別にベッドの中じゃなくてベッドの中でしないかもしれないけど、うん、セックスの時じゃなくてもなんか立ちの猫ってイメージがすごいあるあるんですよ。まああるじゃないですか。おいお茶みたいな。亭主と女房みたいな。うんうんまあ、そこまでいかなくても、まあ、タチは髪の毛短そうとか、うん、猫は髪の毛長そうとか。タチ猫、最近のタチ猫そんなことだけど、GID だからすごいじゃん。GID に何があるんですか？GID、ごめん、GID は M だね、もう完全にね。え、あ、わかんない。え、FTM で、うん、友達トランスで猫ですね。あの、うん、女からどっかに行ってて、猫ですね。トランスからどっかに行ってて猫、うん、ですね。ライフスタイルで私が知ってるのは今だけこんなのあるのかと思うぐらいびっくりしたのはエビちゃん的な女の子とボーイッシュな女の人のカップルで、うん、本当にあなたどうするとかっていう感じでさ、うん、おリング抜くとかいう感じでやってて天使の花がってやってるような、うん、お父さんみたいな感じでやっててなんだろうと思って不思議今だけこんなのいるんだとか思って逆転しろいけますねエビちゃんがなんかこう結構さ、でもさ、女子はさ、うん、結構その性役割について、うん、タチッと猫で、こう結構ボーイッシュなことこうとかは攻撃されたりはするけど、ゲイ男子はどうなの？その見た目でわかるんですか？ジャニーズ系とかそういうさ、こうタチ猫で別れたからってこう性役割みたいな、そのどっち猫が料理して、お風呂沸かしてみたいなそれはでもケースバイケースじゃん。そんなに多くはないし、うん、別にそれについて問題になってはいない中でそれをやるとレズビアンがやると今時こんなのがいるんだみたいな感じで急に批判の対象になっちゃう。だからゲイがこだわるのは見た目の男らしさっていうところを見た目の男らしさ、うん、気泡ね男としての気泡というものにこだわる人が多くて、うん、短髪、ひげ、ガチムチとかっていう風ななりがあのこれがモテ筋だっていう風な、うん、で前に俺の友人が写真展をやってたんだけども、うん、そのモデルはみんなこうのんけの男子だから、まあ、髪型が普通なんだよね。なんだっけワットとかさ、うん、あのモコミスとかあんな感じの髪型なんだけども、うん、でそれは普通の髪型なんだよ世間から見れば、うんうん、でそこに来たゲイカップルが入ってきて、うん、それ見て開口一番あ変っていうふうにいきなり言ったんだよね。なんで変なんだなと思ったら、うんうん、だってなんかこの人たち髪短くないもんひげ生えてないしとかっていうふうに言って、うんやっぱひげ散髪が多いですか？多いですか？だからその二丁目とかっていう風な二丁目原理でいうとやっぱりそういうのがモテ筋じゃないのかな。髪が長いとか今回のさホームページにも書いたんだけど、うん、なんで冬でも半ズボンとかさ、うん、なんだっけ ラガーシャツにトートーバッグトートバッグはねトートバッグあの布製のさエコバッグみたいなやつを二丁目歩いてると結構いるのラガシャちょっと襟立ってて、うん、でもみあげがこの辺まで来てるんだけど、うん、もみあげはこうなんで薄いんだけどでもここまで来てるみたいな。でも実際そういう子人持ててるよね。持ててるみたいな。ベイトモでもいるけど、ブイブイ本当に典型的な感じの子。だって2丁目に秋葉系いないもん。確かに。秋葉系いないよね。ゲイはトートバッグだけどオタクはゲイバッグだからね。ゲーバッグ？ゲーバッグ。ゲーバッグだからね。ゲーバッグってどのバッグ？トートバッグって最近持てる。これはどっか本屋行ったらなんかいい本があったらいっぱい買うからね。みんなリュックしちゃってんだよ、あの荷物多い男子。荷物多い婦女子と並ぶみたいな。で、本はみんなトートバッグだからこうやってね。あんまこれ荷物入んねえと思って。そう、トートバッグは何が入ってるの？何が入ってる？知ってる？ごめんね、トートバッグだったら。え、なんか…何？